だからちょっとハマってます。ピッピさんありがとう。すごい、もうちょっとだ。もう全然もうちょっとじゃないか、ごめんなさい。赤いグリフィンさんありがとう。ターン乗れば10時にしますね、集まったかなって時に。漢字さんありがとう。イヤリングいい、ありがとう。チューリップ、こりゃチューリップだ。 STU あ、 ありがとう。テンションエグさんありがとう。ダルさんコウモリありがとう。お疲れ様です。前メール見て、うわめっちゃ可愛い、超可愛い。今日もつけるか迷ったくらい。スギョ声当たった、 ありがとう。白メガネつけてるのかな。デシュの靴ありがとう。そうやることあってたくさん大変。でも段ボールなくなったから詰められない。終わった終わった。また段ボール届くの待たなきゃ。私見ちゃってきた。いいよ。でも結構割と片付いたと思う。机の上とか片付けた。机の中とかまだまだだけど。ホセさん、ドグラスさんありがとう。そうなの？嬉しい。それはいいことだと思うよ。いいことだと思うよとは。アリンコさんありがとう。今日の髪いい感じ、ありがとう。そう今日は夜ご飯を食べてきました。もつ鍋を食べました。めっちゃ久々もつ鍋食べたんやけど超美味しかった。広島で美味しいもつ鍋があるっていうのを聞いて行きました。今日プレゼント送ったよ。でも一緒に手紙入れてしまったからちゃんと届くかな。いや絶対届くよ。そうなんでわかったの。味噌味です。多州です。そう行きました。なんでわかったん。お金払ってでも手伝ってあげたい気持ち。ありがとう。チークありがとう。あ、サンライズセット行くの最高じゃん。かすけさん、しおりんさんありがとう。ココさんが言ってたから。あ、そうなの。今日はある方と行ったんですけど、まあ皆さんのご想像にお任せするということで。まあハッピーな方です。私にとってとても。誰だろう。なおともさんありがとう。ジュリーさんありがとう。そう、じゃあその代わりに前石尾さん、今は違う石尾さんになったんですけどにお会いしたんですよ。そうびっくり。街中で帰ってたらえってなって石尾さんってなったんですよ。永乳青しさんありがとう。青し悟り開いてるのでなりますか。本当に実際やったらならないでしょ。匂わせみたいになってるこれ。やばいやばい。強い声が別の意味でどういう意味する、どういうこと。あ、発言したってことですか。でもまあ大好きな人と行きますとこう言ってみる。って言ってみます。モツを買ってみました。早いね、超早い。あおー、ハズレピン君ありがとう。ミクありがとう。かぼちゃありがとうございます。人生さんありがとう。ハズレピン、ハズレしか見ないよね、絶対このキャンペーン終わるまでにね当たり見たい。当たり見たいですね。キザリさん Thank you。 カーストールさん Thank you。 おー、会えるじゃん。なんだん、はあ、また外れ。トラップさん、かぼちゃありがとう。外れピエン。
よかった、来てくれて。もつマジで美味しいよね。ドーナツ小僧さんありがとう。スーツ軍団がいるのか。やったね、可愛いって言ってもらえた。でも話してて今日もうね、今これからは可愛いって言われるのは、可愛いって言われることがなくなるって言われて、やっぱそうだよねって、そうだよなって思いました。そう、これからの分の可愛いもいただいとこ。昨日の配信は福岡でもつ鍋食べたって話してた。ゆめんさん、さっきの配信でも福岡で、さっきの卒業理由は何ですか。ビギナーなのに、ビギナーなのに。今日の巻き置きありがとう。メールでね、理由は送ったんですけども、あとベートーベンさんのベートークでも理由は話したんですけど。かわいいの貯金。山口からの総理と広島から総理同じ。あ、そうなんだ。あ、卒業公演当選してありがとう。ジュンさんありがとう。聞いてない。いや、そっちが見てないだけだろ。そっちが見てないだけだろ。4日は安否おすすめのとこ行きたい。なんだろう、欲しい、なんだろう。いや、あと1週間やばいよね。ガチやばない？ちょっと焦ってるよ私。え、みたいな。てかユミリさんの方がやばい。ユミリさんのやつあと1週間でしょ。え、やばいやばい。普通にやばいです。皆さん助けてください。次はリルモバメ、読み応えありました。よかったです、読んでくれて嬉しい。ヤリンかわいいね、ありがとう。これは広島のパルコのとこでなんかね、しました、買いました。通用しないで。ウケる、会いに来い。薬師丸さんありがとう。急激に微塵レベル、え、嬉しい。最近こだわっ、あ、最近めっちゃ話変わるよ。トマトとモッツァレラにハマってます。取りやめないか、確かまだ間に合うな。でも会場取り押さえられてるからちょっとそこは微妙かも。まあ普通に公演やればバンバンまあまあいいのか。私が取りやめた場合卒業公演来ないって人もいるかもしれないから、それを考えると怖いな。来ないって人ね、あ、でもチケット払ってるのか、まあ来なくてもその人が放ってくれてるとはいえ出るのはいいのじゃ、いいのかな。杉よりはなんとなく知ってますね。知ったかぶんな。何ですか、卒業するって聞いてない。あ、マジ、あ、そうなんだ。多分あんなの焦りとこっちの焦りは違う焦り。確かにそう、パルコンとこって3階にあるやつ、うん、うん、じゃない、もっと上にあるやつ、7階とかかな。卒業延期しませんか。延期でいいの。ジントさんありがとう。留年して、え、何のこと。明日になってあと10日、え、早い。卒業は何のことだろう、美味しいのかな。トマトとチーズ挟んでるやつ、そうかな。さすがに取りやめても行くわ。ありがとう、よかった。これはアナちゃん出たら大体行く。ありがとう。涙返せ。確かになるね。手紙3枚嬉しい。楽しみにしてます。すでにチケット代金支払ってます。ありがとう。卒業の実感も行ってきた？わ。なんか倒れそうな。みんなで卒業公演ボイコットしましょう。ボイコット、私のアイドル人生そんなボイコットで終わるの悲しいんだけど。これからも香川ハイバーローズさん応援しますよ。そりゃもちろん。
最初から見てるのに覚えてるよ、ずっと。1行目を書いていける。で、私も書かないと、みんなに。これなんかさ、今私さ、やんなきゃいけないこと多すぎてちょっとやばいかも。なんか私レポートやろうと、もう一個ねレポート終わらせてきたかったね、卒業までに、卒業までに ST をね。全然無理、全然無理、もうそこまでにたどり着いてない。スイカゲームやってる時間あるのね、何なんだろうね。本当にそういうとこ良くないよってちょっとし言ってあげてほしい。でも今は引っ越しの準備が何もできないんですね、段ボールがないから本当早く段ボールちょっと本当に届けてもらわないと本当にやばいです。ガチで今焦ってるもん。マジで私一回、その一回引っ越ししてるんですね、広島の時も。ここに一人暮らしになる前に住んでたところから引っ越ししたんですけど、その時になんか STU から段ボールが支給されたんですよ。今回の段ボールは違いますよ、自分で引っ越しするだけなので。その STU の事情で引っ越したので、でその時段ボール、 STU 側から段ボール支給されて、一人何枚ですって言って渡されたんですよ。で私入らなくて、その中に入らなくて、で親がちょうどねそのタイミングで来てくれてたから、その STU がねのスタッフさんがトラックで運んでくださったんですけど、その段ボールの前に、段ボールに入らなかったやつをママに運んでもらったんですよ。でもママはそのことを知らないからさ、私が全然さ段ボールを入れる作業をしてなくてさ、のんびりしているって思われてさ、全然何もしてないやんって思ったんよって言われたんよ。でもさ、事情があって段ボールがもう足りなかったんですよ足りなかったんですよ。最後の日になっても実感わかんもん書いてる。アバターがリンコちゃんのだ。なるほど、これは経験者が語るってやつですね。ビオネスありがとう。卒業理由はお話し会の決済バスが相次いで監視役が消えるということで、なんとかったことが原因なの。あ、違いますまあそれも悩んだことはあったけど、監視役はあんま消えてないかな。残念しよう、残念症。誰？あ、なんか良くない言葉でそうなった、危ない。僕の手はどうなってもいいと思いで安否に思いを込めて手紙書いた、ありがとう。スイカゲーム一生3000超えられないよ。だから最近スイカが作れないの。最近めっちゃ不調、ギリ2000超えるか超えないかぐらいなの、最高得点が。マジで腹立つの。最近スイカゲームさ、もう私負けず嫌いなとこが出ちゃうの、スイカゲームでね。他はあんま出ないのにスイカゲームで出て、なんでスイカができんのと思って何回もやっちゃう。プレゼントで段ボール届くんかな。段ボールプレゼントで送った方が早い検閲どうするんだよ。無次元ポケット誰持ってんの。レポート終わらなかったら卒業は延期はしないです今から勉強するために卒業するのでね、大丈夫です、間に合ってます。マスギアさんありがとう。今で12個です。 12個かな。まあまあまあ、もう1週間し口悪くてよくない声終わり見送りありますね、きっと。きっとというか絶対あります、あるのでね、よろしくお願いします。ウェイさんありがとう。もうって叫ぶスイカゲーム、それな、あー間に入ったってなる。マジ間入らないの気をつけてるのさやばいみたいな。でなんかね、もう昨日私本気すぎてコツ調べたもん、また2回目違うサイトで見ようと思って。じゃあなんかなんだっけな、判断を早くするって書かれてて、こう間に落ちよう、なんか間に落ちようとしてる子を見捨てるか育てるか、その瞬時の判断で動いちゃうから瞬時の判断が必要って書かれてた。うわ判断力と思って、鱗滝先生に教わりたいと思いました。
カッピさんありがとう。アンナ元気。ST の卒論はね、終わりそう。アクセサリーをくん大きい段ボール使うか。そうだね、段ボールメイさんに回収されちゃうよ。メイさん、アスパラさんありがとう。卒業しないでって言うならさ、会いに来いって感じなので、今さっき言ったけど、はい。YouTube やってみたいと思ったことはあるんですけど、そう、編集のことを考えた時に、あ、やっぱいいわって。チップくんのね、 YouTube 作りたいと思ったんですよ。作ったらチャンネル登録してほしいね。でもなんかその、ね、編集するのがちょっとだるくて、なんかね、できたらいいんですけどね。でもインスタいいなって思いました。なんで人に勧められて。インスタだったらストーリーで動画上げられる、いいよね。判断が遅い。変化した反動で上から飛び出てゲームオーバーになった時のイラッとする。それな、おいお前何しとんと思うよね。それな、お前何しとんマジでってなる。さばき結婚してありがとう。判断むずい。それな、卒業文集出してほしい。あー、なるほどね。懐かしいね、中学校みたいなやつってことでね。残業あとちょいしてから来ますね。あ、ありがとう、頑張って。快速さんありがとう。確定で会いに行くのが卒業しないで、確かに卒業しないでって言ってる人に会いに来いって言って、会いに来てる人はね、確かにどうすりゃいいんだって話だよね。確かに。チップくんファンクラブ、チップくんのファンクラブ作ろうかな。会費1万円ぐらいで自分のよりも高い。今もないけど、 ST のだって 月額で300円ぐらいじゃん。そう、300円ぐらいじゃん。チップくん、あ、じゃあ 300×12、 3600円にしようかな。じゃあここは3500円にしよう。3500円。でも、ね、年会費を一気に払うって感じ。月額じゃなくて年会費3500円。1年確定させちゃう。ふーさんも猫と犬のアカウントあるし。あ、そうなんですか、知らなかった。そうなんですか。そりゃ嬉しいですね。知らなかった、そうなんだ。ジャックさんありがとう。未来日記、どうやって書くので、月額1万えぐくない。誰が買う、誰が買ってくれるん。チップくんのカメラ、首輪にカメラつけてあるよね。犬目線の動画見たら面白、なんかカメラつけたら面白かったみたいあるよね。3600円、結構平均的だかもでしょ。だったらちょっと、あ、じゃあってなる。あつさんあばきありがとう。さとくんありがとう。携帯代よりも高い。ほんと？年間で3500円は良心的ですよ。乗った乗った、ありがとう。エスティーウォーカー出ないよ。発売日が卒業してからでしょ。たくみありがとう。年会費だけ払ってメール来ないやつ、それやばい、それやばいわ。でもね、何したらいい？ファンクラブ、チップくんのファンクラブ、チップくんのグッズ作ればいいじゃん。そうだよ、それを時々プレゼントしたりとか。あ、なんかさ、ファンクラブ入った人にさ、プレゼントとかありますよね。なんだろうさ、ゴールド会員の人はプラスでなんとかとか、肉球のスタンププレゼントとか。たくみありがとう。ふさのフォローしてる。あ、そうなんだ、知らなかった。チップくん FC なら年会費10万ぐらい出せる、言ったな。一人だけなんか、なんとかさん専用、なんとか先生用でショールームで言ってた金額用意しとくから、なんとかさん専用5年分ぐらい一括でお払いした、お支払いしたら、お払いしちゃった、お支払いしたら特典、あ、もうすごい特典つく。チップくんおさわりできる券あげるよ。マッツンありがとう。スペソボみたいな特典、スペソボってどんな特典があったんですか。 ST オータはサブスクかな。お払い慣れてるから大丈夫。お払い、あ、間違えた、お払いって言っちゃった。払い慣れてるから、確かに確かにね。いろんなね、いろんなサブスクね、みんな使え
使ってますからね、もう使い慣れてますからね。チップ君からメール来るサービス、ワン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 、朝の朝クオンクオン、夕方ぐらいご飯食べる前のチップ、寝る前スピスピこれで送っていいですか。確かにメールさ、なんかできないんですかね、そういうやつないんですかね、そういうサイト。確かにマヤさんのチップくん、確かにチップくん、チップくんは無料で見せちゃダメですよね、確かに先着で解消、確かに。歌わせてたさん、ありがとう。チップくんのファンクラブイベント欲しい。いや本当にチップくんに会うためなの。チップくんがかわいそうだわ、なんかストレスになりそうどうなんだろう、犬ってそういうの大丈夫なんだかね、動物園的な感じにならないんですかね。一人だったらいいんですけどね、数十人とかだったらやばいですよね。チップくん知らないけど一人限定、二人限定みたいな二人か、二人ならいいよね、あ三人ぐらいならいいか。年賀状、あ確かに年賀状届きますとかいいじゃん、いいじゃないですか、年賀状届きます、え超いい、超良くない年賀状。ウトブさんありがとう。年間にも、あそうなんですか、やばやば、スポスポ、そうなんだ、知らんかった、高いっていうのを知ってたけど。チップくんの鳴き声入り目覚まし、いいね。チュリさんありがとう、切れるかな。モデナさんありがとう。最近お疲れた一日、お疲れ、お疲れすぎる。婚約婚約ボイスメッセージ公式 LINE 確かに作れるもんなんかな、確かに公式 LINE 楽ですよね、確かに。ダンフォーテッドさんありがとう。鍵垢解除3600円、えそんなんあるんですか、ツイッターそんなんあるんですか、 X か。センターマイクのチップくんドッグランね、そうね、会員の人見する子多いよ、そうだね多いよ。誕生日お祝い、あ確かに誕生日おめでとうみたいな、確かに写真送るやついいね。一瞬公式アカウント乗っ取って、マイチップくんのいいの公式のっとって、私捕まるかも、でものっとったらニュースに出ちゃうかも。元 STU48 のメンバーが STU48 の公式アカウントを乗っとった、乗っ取りましたってニュースにもなんないかSTU の中のニュースになるだけか。レプリカ、高そう、作るの。チプ君と胃袋同じにしたらやば、ドクフード食べたらいいよ。ケマツルさんありがとう。ランダムの生写真いいじゃん、チップくんの怒ってる時寝てる時のランダム生写真。えでも LINE スタンプはめっちゃね、そんな儲からないらしいですよ、ほんとチーカーとかじゃない限りチーカーとかじゃない限り。チップくんの誕生日ね12月17かな、あちょっと違うわ、いや17の気がするけどな、あ違う、これはいとこの誕生日だ、19だ、19、チップ君の誕生日は12月19です。多分年会費1、10、100、1000万、10万、100万、100、200、200、うわ誰払うあ16だった、12月16日らしい、めっちゃ自信前に「え19、19」とか言っちゃった。カエディションチップくん可愛かったね、にやまるさん、としやさんありがとう。えなんかねあるんかな、そういうインスタでやればいいのに、なんか公式のとってほっこりニュースの載せましょう、今日のチップくんって言って LINE アカウント、 LINE なんて言ったらいいんだろう、愛おしい、センキュー、 LINE、 あアルファベットだった、 LINE 公式アカウント
作り方。タラタラさんありがとう。12月16日生誕祭、生誕のため、誕生日のため、クラウドファンディングなんて読むんだろうね、押しますって言って、チップくんにいいいい犬用の服を着せたいので、めっちゃブランドもののなんか犬のブランド、結構有名なブランドのところでも犬のお洋服とか売ってるとこあるんですよ。それを買いたいのでグランドファインディングしますバイツで SU 公式アカウントの中の人になったらやば、広島に帰んなきゃ。トラタロさんありがとう。インスタマジ今わからん、知らん、なんかどんな感じか。クラウドファンディングか、クラウド、お犬さんのブランドお値段どれぐらいなんだろう。ね、ワンちゃん用のね、犬ある、純金の首輪やばい、松坂牛のドッグフードみたいな、いただき女子はやめよう秒で目標金額、1億円だよありがとうかぼちゃ、はずれピエン、タロさんかぼちゃありがとう、ありがとうございます。ズレピアン、マジ当たんないじゃんこれ、ガチで当たんなくない、なんなんこれね。数千万稼いでやめてよ、みんな、みんな時事問題じゃないよ。公式アカウント、すごい、ある、あ、できるんだ、誰でも個人で開設することもできるんだって、 LINE アカ、公式アカウント、知らんかった。なんか広告出ちゃった、どこどこ押せば、あー、やめてやめて、あ、見えないけど、なんかめっちゃ隠されてるんだけど広告、やめてやめて、違うんよ、なんでこんな隠されちゃった、あ、ここにバレちゃった、バツ、あー、でもアカウント運用できない、停止される恐れとかあったりするし、認証済みアカウントには新規ありだって、あ、開設時には特別な条件や審査が全くないからです。それどころ3分程度で即日に開設できます。でも停止される恐れもあるらしい。あ、でも医薬品、出会いとか。儲かる、儲けるとかダメらしい。あ、ネズミ講とかね。あ、霊感商法ダメらしい。霊感商法ダメなんだって。お時間みたいですよ。あ、10時ありがとう、ターンのお礼します。さっとくん、ありがとう。ありがとうございます。だって。じゃあ、ワンちゃんはいい？ワンちゃんいいわ。ワンちゃんいいらしい。かえがれてないから。ビジネスに特化したアカウントなんだって。すげえ、すごい。 E メールは到達率が高い、確かに、リアルタイム情報配信できる、確かに、すぐだもんね。でも私さ、間違えてさ、なんか誰かに返そうと思ったら送ったら超恥ずいやつやん、超恥ずいよね、やばすぎる。 LINE の怖さだよね、普段 LINE を使ってるからそういうことがありそうじゃん。すごい、アップグレードとかもあるんだ、希望する、ん？有料プランもあるんだって。すげえ。
ユーロプランにしよっかな。やば、やばやば。アングアさんありがとう。チップくんは公式になれるんだ、すごいね。なれるらしい。琴電高松駅の安否のポスターすごいらしいですよね。そうそう、私なんかねファンの人が上げてたの見て、えめっちゃ可愛くない、えめっちゃ可愛いと思って、私いやえめっちゃ可愛くない、私行きたいんだけど、そのために、うん、あれあれあもう今時間ないかもしれないけど、あれだけのために香川帰りたいもん。何もできなくていい、何もうどん食べれなくても何でもいい、あれだけのために見に行きたい。えすごいよね、あれ私がさメールで言っていいやつなんかな、分からん、私が見に行ってねって言っていいやつなんかな。でも許可持って撮ってると思うんですけど、だから本人はどうなんだろう、どうしたらいいやつなんだろうって。でもさすごいよね、いつから、今日からかな、アングアさんありがとう。可愛い大学生感、あマジある、やった、あ ありがとう。前髪がね実はうまくいったんですよ。ね見に行きたい、マジでめっちゃ可愛かったんよ。そうハロウィン何する、何しよう、何しよう。おみかんさんありがとう。めっちゃ目立つところあるやんね、嬉しいです、すごいよね、楽しみ、楽しみって言っちゃった、見に行かないのに。香川行くか、行ってほしい、マジで可愛い。友達に言いに行こうかと思ったら香川おる子に、ちょっとさ見てほしい、見に行ってきてって言いたいもん、通る時あったらって思ったけど、なんか自分で選んだやつ恥ずかしすぎて。香川なんて近いから気軽に来て、行きたいよ、行きたいけどね、ちょっと今レッスンがね。それ以上もっと可愛いの、ありがとう。大阪広志太陽さんありがとう。お疲れさんピエン、かぼちゃありがとうございます、お疲れ。で今度でタワーのお礼をしていきたいと思います。でもなんかいるのかな、わかんないよ。まあまあでも宣伝メールで送ってるのでしょうがないか。どこでもドア送っときます、絶対な、約束だからな。でも11月4日までじゃない気がする、いつまでだっけ、31でしたっけ、なんか書いてたよね公式のアカウントみたいな。でそうレッスン、そうそうそう、まだ構成が入ってない曲もあって、まだ振り入れも入ってない曲もあったりとかして、ちょっとまずい。今日、あ今日自主練したんですね、で頑張って覚えたけどちょっと難しい、おはよす。エゴサするのは普通だよ、なんか目に入った。脳みそね全然キャパオーバーしてないです、まだね余裕はある、余裕はないけど覚えてないから余裕があるだけです。笑っちゃいけないけどね。もう笑しかできない、やばいやばい。じゃあちょっとターンのお礼をこんだけあるんですけどもやっていきたいと思います。10時から配信始まって35分ぐらいを目安にぜひ見てくださいと宣伝お願いいたします。タワーの上ある方は、はい、マリさんお化けタワーありがとうございます。昨日はありがとうございましたと10月20日言っております。何でしょう、10月19、あバスケですね、あバスケじゃないわ、あベイトークですね、ベイトークありがとうございました、そして叶えてくれてありがとう。さすがまるさん信用度 880%、 まあそんな数字は存在しないんですけど、まあそういう気持ちということです。あたくさん、はい、応援ありがとうございます。私がこれしてほしい、あしてほしいって言ったら全て叶えてくれて、おねだりしたことも全部叶えてくださって、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。最後まで楽しみましょう、ありがとう。アクスタの話をねコッコさんにしたらね笑ってたよ。すごい。ラビスさんありがとう、あ見とった、最後もやおひもでよ。
次ちょっと順番がごっちゃになってるけど、えりちゃん、お化けタワーありがとうございました。会えて嬉しかったです。四国公演ありがとう。目が合うたびに幸せが溢れるし、本当にニコってしてくれて幸せでした。ありがとう。会えるの楽しみだけど、そう、四国公演で会えなくなっちゃうのも寂しいです。会えるの楽しみなんですけど、寂しい気持ちもいっぱい。ありがとう。めっちゃ似てる。今日一番似てる気がする。 95% 95点。めっちゃ似てるくない？超似てるじゃない？あ、ちなみにマリさんもめっちゃ似てる。ほい、100点100点でいいと思う。マジ似てる。次、ケンくん、えりちゃんいつもありがとうだよ。こちらこそありがとうだよ。大好き、えりちゃん、ありがとう、ありがとうございます。本当にちょっと、ありがとう、えりちゃん、えりちゃんにね、ありがとう言いたいことがあるんだよね。最後伝えたいな、マジで。そう、じゃあケンくん、ダブルタワーありがとうございます。ありがとう。ダブルタワー初単独公演だよね、四国の。ありがとう。楽しかったですか？楽しかったって言ってもらえたら嬉しいです。次は11月3日ユミリンさんシート、ありがとうございます。見つけたいです。でもユミリンさんシートって言ってもね、ね、どんだけ、どこ、ね、すごいですよね、きっと。ユミリンさんシートも結構広い気がする。いい席が当たるといいなって思ってます。アピールしてください。ありがとう。ヒロリルから見つけてね。おー、了解、ありがとうございます。ドラップさん、ありがとう。似顔絵は一生寝ないから諦めたよ。似顔絵はね、似顔絵に向いてない顔なんだよ。似顔絵向いてない顔なの、一生描けないの。なんでだろうね。なんか髪の毛がむずいのかな。髪の毛、なんか描きやすい感じにしてください。ちょっと難しいので、ちょっと髪の毛やりやすい感じにしてほしい。お願いしたい、私からのお願い。そう、ちょっと私には書けない、書けないです。似顔絵をしていく方向なんだ。確かにそうね、私に寄せていただいたら嬉しいなって。書きやすい髪型、私みたいな髪型書きやすくない？だってさ、前髪こうしてさ、こうしてさ、くるくるって書けば書きやすい。こういう髪型してみて。めちゃくちゃ普通の髪型なんだけど、でも書けないんだもん。私がさ、下手だって言いたいの？そりゃそういうことだな。そんなこと言って、そんなこと言っていいと思ってんだ。まあいいけどね、別にいいんだけどね。 Thank you、 あ、 Thank you じゃなかった。 Today Anna ちゃん hairstyle very nice、 Thank you。いやいや、そういう意味ですね。インドネシア。次、トマピーさん、ありがとう。いるかな、お化けタワーありがとうございます。今日は、四国公演すごく、すごく楽しかったです。素敵な思い出を一緒に作れて、作れて嬉しかったです。ガイドからたくさん応援してくれてありがとう。もうオリコちゃんのね、グッズもたくさんありがとうございます。感謝がいっぱいです。やばい、文字が読めなすぎる。感謝がいっぱいです。本当にたくさん公演会いに来てくれて、いろんな場所にも来てくれて、本当にありがとう。四国公演を愛してくれてありがとう。くまぴーさん、最後までよろしくね。ありがとう、ありがとうございます。次、マッツン、かぼちゃタワーありがとうございます。いつもありがとう。マッツンのこと気になっていますよ、ずっと。なんかあと少しだけど、マッツンのことが知れたらいいなって思ってます。
何してる人なんですか。だってさ、ちょっと言ってんのか分かんないけど、いろんな配信でもいますよね。いろんな配信でも結構ランキング上位にいますよね。いらっしゃって、なんかショールイベントとかさ、結構あれえみたいな、すごっみたいな、何されてるか、何歳なんだとか、どこに住んでんだとか気になって仕方がないです。チーカーです、ありがとう、ありがとうございます。あ、クラッピーさんの似顔絵こちらです。髪の毛は似てる気がするけど、なんか似てない、今までずっと似てたのに。次、息をするアンピさん、ありがとう、私みたいじゃん、かぼちゃパワーありがとうございます。たくさん涙を流してくれてありがとう。それぐらい大きな存在になれていて嬉しいです。本当かどうかは分からないけど会えるの楽しみにしてますよ、ありがとう。私の記憶力いいからねかぼちゃ、今年のハロウィンの仮装はかぼちゃになってください、ありがとう。そう、今も息してるから、ずっと息してるの、息してないことないの。私寝るときもちゃんと息する派の人だから、なんかあるじゃん、息が止まっちゃう、呼吸しちゃう人みたいな。私違う、多分一人で寝てるか分かんないけど。そう、似顔絵描いてほしい、じゃ最後の公演で描くね。みーくん、ツリータワーありがとうございます、来てくれてありがとう、いつも優しく微笑んでくれて穏やかな気持ちになります、ありがとう。あと少しピエン、卒業公演も楽しみに待ってるよ、ありがとう。なんかね、恋しているんだけどね、みーくんじゃないの。みーくんはもっとね優しい感じ。これはね、なんか優しさはあるけど、なんかほっとらかす感じの優しさって感じ。何も言わない人じゃなくて、本当に優しさがにじみ出てる顔にしたいんだけど、ちょっと違う。髪の毛ミスったかもしれん、まあ髪の毛ミスてくれたのに。みーくんありがとう、四国公園来てくれて嬉しかったよ。安否の絵は可愛くて大好きです。お、嬉しい、ありがとうね。次、高圭さん、かぼちゃタワーありがとうございます。最近たくさん思い出を振り返ってきて、すごく楽しい思い出がいっぱいだなって思ってます。お話し会毎回楽しく用意してくれて、お話用意してくれて嬉しかったし、リリーブも来てくれて嬉しかったし、お話しかけてくれて本当にありがとう。いつも笑顔もらってました、高圭さんありがとう。これ全然似てない、なんか楽しくなそうな顔になってた、もうちょっとにっこりしたかったんだけど、ちょっと違くなっちゃった、今日不調高圭さんありがとう。タワー、アナちゃんルーム配信からシチューとショールームにハマってます。あ、そうなの、私きっかけなの、ほんまに嬉しい、そう言ってくれるのありがとう。そうなんだ、そう言ってくれるの嬉しい、本当かどうか分かんないけど信じるよ、ありがとう。いい、四国園楽しいです、よかった、楽しかったの、よかった、また四国遊びに来てください。次、マーボーさん、かぼちゃタワーありがとう、公演ありがとうございました。コール今回もレベチすぎて最高だった。なんかの曲でなんか一人だけめちゃくちゃ声聞こえて、なんか他の人もあんなって言ってるのに、なんだろうな、なんかね、なんだろう、一人マイクつけてんのかと思って、ここにピンマイクみたいなつけてるのかと思って疑ったもん、つけてるのかなってそんぐらいもうね、本当に飛び抜けてコールがもう最高です、ありがとう。いつも声聞こえてます。そう、例で言うならサビ16人で歌ってるのに、なんとかちゃんの声がめっちゃ聞こえましたみたいな感じ、すごい大きい声ってことじゃん、そんな感じ、マジで。そう、最高でした。最後の公演は泣かなかったね、あ、四国公演は。まひなさんが言ってたよあの時なんか群馬の時に泣かれてた方、今日は泣いてなかったねってそう言ってました。十公演はどうですか、泣かんよね好きすぎてもレスあってよかったです、ありがとう。あー似てないけどなんか似てるあ、高圭さんキャンディーありがとう、タウンのあれ見れたかな、ありがとうね。
次、かんじさんありがとう、かぼちゃタワーありがとうございます、来てくれてありがとう、公演泣かないで、でもそう思って、あのね、そう思ってくださっているのはすごく嬉しいです、ありがとう。初めて会った時からも思い出がたくさん作れて嬉しいし、そう会う前からもたくさん私のことを見ててくれてありがとう、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです、心優しい幹事さんに会えて幸せです、ありがとう、ありがとうございます。これは四国公園の幹事さん、似てる似てる、いじってないですよこちら、いじってないですからね。おゆくに何も言えなかった、そんな謝ることじゃないよ、来てくれただけでめっちゃ嬉しいし、幹事さんありがとうありがとう。次、山田太郎さんとありがとうございます、来てくれてありがとうございました、公演たくさんね、もう本当にいろんな公演来てくれて嬉しいです、すごく嬉しいです、仲良くなれてよかったです、本当にお話し会結構割と最初からいるイメージだったんですけど、私的にはたくさん思いとか本音とか教えてくれてすごく嬉しかったし、そう私もそう巡り会えてよかったなってめちゃくちゃ思いました、ありがとう、ありがとうね太郎さん、香川で会えたらいいのね、ばったり、美味しいお店もいっぱい教えてくれてありがとう、いつか行きたい、ママもね、ママにも見せたんよ、こんなところがあるんやってここにって、みたいな、ほんまにすごい知らんかった、行きたいねって話したんよ、行きますねいつか、みみさんありがとう、みのるさんありがとう、今帰宅お疲れ、雷鳴ってんだ関東、そうなんだ知らんかった、なおさんありがとうありがとう。次、花火さん、かぼちゃタワーありがとうございます、来てくれてすごく嬉しいです、そして最善おめでとうございます、もう今までのね、あの徳がここで評価されました、たくさん目が合って嬉しかったです、11月5日も楽しみにしています、ありがとう。花火さん似てる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 、花火さん似てる。11月5日も3日来るんかな、たくさん目が合うと嬉しいです、ありがとう花火さん、気をつけて帰ってね。もう帰ってるわって話よね、中国公園からまだ帰ってない人は歩きでどっか、大阪ぐらいかな、大阪ぐらいなら今はまだ歩けるかな、四国公園ちょうど着いたぐらいかな、いやさすがもう無理、ちょっとずっと歩いたらいけるけど、さすが寝なきゃいけないからね、公園前に初香川で骨付きで、香川行ってからってこと、すごいすごいいいじゃん、いいですね、トさんありがとう、歩きの可能性もあるじゃん。歩いてきましたって言う人聞きたいもん、でもね痛いよ、歩いて公園行きたかなんか行ってそれを言いたかったっていう人いたんですよ、だからワンちゃんいるかもしれない、これからそう出会いたいな、そういう人に、歩いてきたっていう人がマジで大阪とか岡山から来てる人を知りたいわ、岡山から歩いてきたワンチャンありそうじゃん、広島、でも福山から歩いてきましたが一番現実的だな、福山から歩いてきましたっていう人、それ僕ですね。ねマジでやばい、すごい、来週からカナダ行ってくる、なんでそれ旅行それと勉強になる、今から東京出たら間に合うのかな、四国、タワーありがとう、タワーどうぞって書いてくれてる、タワー長健さんだ、ありがとう、お化けたありがとう、またお礼が来ます、ありがとうね、嬉しい、お化けありがとう、お化け嬉しくないけどたぶん嬉しい、ありがとう、歩くなら今日あたり出発だって、東京から歩くなら、あ間に合うって、東京からの歩いてかれる方はぜひ皆さん旅行、妹が向こうで働いてる、カナダで、すげえ、すごい、カナダ何時間ですか、10時間ぐらいですか、行くの、マルゲマシルマツで初めは歩いて行った、どっからだろう。どっから歩いてきたんだろう、今から歩きで寝るならちょうどいい場所に10カ所ぐらいホテル取らないと、
確かに。でも行き当たりばったりだよ多分、多分そういう多分多分そういう人は多分行き当たりばったりだよね。ケイさんたありがとうございます。100キロ以上私が歩けるくらいならみんな歩きます。いやね、多分ね自分がすごいってことに気づいてない、それは。マジ、え、私ドラマ今2個見てて、その家政婦を見たゾーンと料理人のやつ、料理人のやつね、今日初めて最初見た、最初っていうか最初はっていうんですか、初回見たんですよ。そう、面白かったからこれから見ようと思ってるんですけど、かわいい、ありがとう。100キロ歩くの超人だよね。それな、才能に気づいてない。自分はさ、それが普通だ、その主人公も普通だと思ってたんでしょ、別にそれをするのが。けどそれって普通じゃないんよ。人にと、自分にとって普通だと思ってたことって人にとって普通じゃないこともあるよ。でも気づけんのよね、大体そういうのって。セクシー田中さん、へえ、そうなんだ。そうそう、出発します。気をつけてきてね、ほんまに。ヒッチハイクじゃないよ、歩いてくるよ。12時間、やばいね。え、でもさ、飛行機でご飯とか出るんでしょ。私さ、昨日もさ、ロサンゼルスに旅行に行った人のさ YouTube 見た。マジでさ、海外旅行行きたすぎてるのやばいよね。マジやばいわこれ。マジ占いに人に言われたことマジで当てはまっててさ、ほんまにやばいよね、すごいわ。福岡占い行ってほしい、みんなに。グリアリまで Google マップで194時間、194時間ってどういうこと。どういうこと。 4日ぐらいってこと。4日、今ほぼ5日かん、ほぼ5日はいかんのか。でも、まあ、5日は絶対かかる。だから1週間前に出れば全然余裕だよ、寝泊まりするっていうのを考えたらちょうどいいじゃん。100キロって何歩、いやもう果てしないだろうね。20人まで残業するの普通、何のお仕事してるの。声入るところには疲れてそう。それだ、私卒業かん、卒業とか別にもうどうでもいいもんな、もはや。実は最強でしたけど異世界ものと同じ。あ、英語進んだ。英語ね、課金しないとできなくなった。だからやめました。天神の占い、あそこ天神なんだ。どんじくん、あんね、誰だったかな、名前忘れちゃった。いや、調べたらわかる。どこの占いだったっけ、あそこ。でもね、選べるのよ、いろんな8人10人ぐらいって。でもその日いる人といない人がいたんだけど、その人がいるといいね。私はその人、なんかね、あ、これ置いとくわ。なんかね、なんかあなたの才能を見つけますって書いてる人です。 8? やば、もう間に合わんじゃん。あ、間に合う限り頑張らないとマジ間に合わない。ずっと一緒歩いてないと。台湾か、台湾いいって言いますよね。確かに確かに、台湾今お金そんなあれですか、大丈夫ですか。キックボード利用券ならワンチャン、ワンチャンある。やっぱり上田さんが、え、ね、ずっと見たいと思ってるけど、な、何で見れるって言ったっけ。そう、無料期間過ぎた。そう、課金コンテンツだったみたい、知らんかった。やめたい、素晴らしすぎる理由。マジでそれな。行きは頑張れるけど、確かに帰りつらいわ。行きはさ、なんか目的あって行くけど、一緒のとこで日本一周しませんか。ごめんなさい、ごめんなさい、無理です。ドキュメンタリー番組できる。 100km は約1、10、100、1000、万、10万、15万歩って何？15万歩って何ですか？15万歩、1、10、100、1000、万、15万歩、あ、え、しんど。しんど。15万歩？2万行った時にさ、めっちゃ疲れたって思うじゃん。まあ、10、え、10歩いたら死ぬじゃん。え、みんなどれぐらい、一日でさ、最高でどんぐらい行ったことあるの。言うてギリ2万ぐらいなんだけど、多分多くて。ん、え、え、アベマと D アニメ、うーん、アベマか。
半分くらい期間に無料期間入るはずだから、え、課金しなきゃなの。台湾治安し水も飲めるしよかったよ。あー、それ大事、ちゃんと水飲めるとかね。そう、治安とかマジ大事。アンピちゃんメイドの時に一人だけ豚さんが、どういうこと？メープルクッキー、あ、カナダ、確かにカナダメープルクッキー、うわーいいなー、買ってきて、届けて届けて。課金と聞くとスパッとやめるとこ一瞬です。一緒で今日はぐっすり眠れそうです。なんで、なんでぐっすり寝れるん？いやだってさすがに英語にちょっとまだ課金はできないかな、続けられるかどうかわからないものに。他の先進国ってどこですか？海外に行ったことで私の世界は変わりました。ね、言いますよね、世界観変わるとか言います言います。朝から仕事、頑張れ。遠征の時25,000歩、そうなんじゃ、4万超えたことあった。何してたの、どういう生活してたのそれは。5万歩行ったことある、20キロぐらい歩いた。それでもさ100キロのさ半分行ってないのやばいよね。やばいよね、普通に普通にやばいわ。一日中歩き回って4万歩、まあお仕事とかでそういうことがあったら確かにそうかも。豚さんリスペクト、アニメを見たら分かるネタなんだろうな、見ないと。台湾に日本語が通じる場所がたくさんあります。あ、そうなんだ、今日巻紙だよ。29時間、まず、そうか、そうだよね、足活で歩き回って、うん、そっか、すごい。確かに車で通勤とかだったら確かに歩かないよね。今日はサマポだったっていうアイドルのことはいつも信じてない。なんでなん、なんでやねん。遠征の時はいろんなとこを目指して歩き回ってるから気づくと結構歩いてる。20km 歩いたことあるけど、そのままマッサージ直行でした。いや、そうよね、でも私ユニバ行っただけでもマッサージ次の日取るもん。僕は黙って課金して新幹線を取ろうと思う。まあまあまあ、それが普通だよ。早稲田に100キロハイクという名物行事がございます。安否引っ越しの時歩いたらどう？やばすぎる提案じゃないそれ、ちょっと待って、やばすぎる提案は来たんだけど。一旦考えるわ、一旦保留で。結構歩いた時でも足痛くなったりしない？いや、もう全然痛いですよ、痛くなりますよ。夏い早稲田なのかな、丸亀城登り降り、確かに疲れるね。確かにメンバーの名前と同じ人かな、占いの話ですかね。なんて占いのお店だっけ、占いなんとかみたいな。おかっぴさんありがとう。あなちゃんブルーライブまで徒歩もあるよ。なんで私が、私公演前にさ しんどくなって公演出れなくなった、ごめん、ごめんすぎる。やばい、リハの時間に間に合うように行かなきゃでしょ。結構結構しんど、朝でしょ。あ、ゴディスだ、ゴディス。登山したこと、なんかね、学校の小学校の時にはあるけど、そんな大きいやつじゃない。占い、ゴディス。なんか全然違う言葉になったんだけど。新しい上司はど天然。みよ、おしさんありがとう。ゴディバ、ゴディバいいよね。そうそうそう、これの、ああ誰だっけな、公式、公式はどこ、公式これだ。
ミスターさんありがとう。甘いもの食べたい？今？食べな、そりゃ頑張ったんだから。ミカサさんだ、ミカサさん。ミカサさんです。ほら、明日に希望をって書かれてる。そうそう、ミカサさん。素晴らしいですよ。なんかね、セイレンさんとズイコーさんかなとかが当たるらしい。ノエルさんとかがめっちゃ当たるとは書かれてたけど、そう、ミカサさん、ミカサさんです。アンピ、夜ご飯食べたよ。もつ鍋食べた。今日大人っぽくて、大人っぽくない？嬉しい嬉しい、ラブラブラブ、嬉しい。こんばんは。明日中学しよう。次でおもろい。もたらさんありがとう。そう、もつ鍋めっちゃ美味しかった。しかも雑炊まで食べちゃって幸せマックスで、お腹いっぱいすぎて、そう、帰るとき、あ、いっぱいってなった。進撃の巨人見たことないや。見たことない。一回見たことあるけど、ちょっと私には難しかった。雑炊の締め。この前金曜日美味しいもつ食べたいの教えたい。どこ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 ？私は、そう、天神でもつ鍋食べたい。本場一回食べたことあるんだけど、めっちゃ美味しかったんですよ。アンピンちゃんの誕生日の日に進撃の巨人終わるんよ。進撃の巨人終わっちゃうの？大丈夫？倒せれるんですか？ちょっと気になる。最終話だけ知りたい。どういう話かもあんまり知らんけど、最終話だけ知りたい。誰か教えて。11月4日読んだら、巨人だっけ、死んだよとか、巨人個人が勝ったよとか、漫画と昔に覚えてる。あ、そうなの？じゃあ最初は知ってんだ。教えてほしい。あ、コメント欄で言いにくいのかな。そりゃそうか。キャン、かわいい、ありがとう。でも普段家でもつ食べんくない？分からん、人による。目が乾燥してきた。きっともう話してるけど、もつ鍋は誰かと食べに行って楽しかったのね。そうそうなの、誰かと行って楽しかったの。やっぱ変な匂わせになったらちょっと微妙すぎるから。でも名前言わなかったら、ちょっとあんな誰と行ったのってなるよね。皆さんも知ってる人かもしれない。見た方がいい？ああ、確かに。フレスタでよくもつ買ってたよ。家で作ります。すごい。そうなんじゃ。もつ鍋家でも結構食べる。あ、そうなの？じゃあ私ももつ鍋食べる。また昨日の手紙来る？あ、確かに。繋がってるとか言われちゃう。そうですね。でも、ある意味繋がってるかもしれない。おしめんと。おしめんと繋がっちゃったから、私は。勝ち組なので、私は。私と言ったということで。あれ？もつ鍋家であったと当たると怖いから。あ、そんなもつ鍋当たるとかあるんですか？確かに。確かにそうなんですよ、そうなんですよ。皆さんも STU 入ってみてはいかがでしょう。さあ、どうですか？赤からの出汁にもつが、お家でもつ鍋食べたことなかった。やりたいなと思った。一度もあったことないのに。なんかおかしいことになった。でも一生写真撮るの忘れたっていう悲しい話しますか。そう、すっごい忘れてて、写真一緒に撮りたいですっていうのを忘れて、家帰った時に一緒に写真撮ってないと思って、
悔しかったです。悔しいですね。まあでもちょっと年齢がもうね結構厳しい。私も多分次の STU のオーディション受けられないし、これからオーディション受けれる年齢は私ちょっときついですね。私結構アイドルになれる可能性は結構低いですね。年齢的に年齢制限がもう引っかかってます。そう、多分引っかかる年齢ですよ私。俺も受けれんかな。そう、年齢制限がね、そうあるんで、そう、そこを突破するのが一番かなと。そう、年齢が大事ですね。でもいるんですかね、なんか悪ふざけでなんか全然条件当てはまってない人が、悪ふざけでね、知らなくてとかじゃなくてファンの人とかでやるオーディションの書類書いて送る人とかいるんですかね。いそうじゃない、一人はいそう。わ、気になってきた。ちょっと聞いてみようかな、次聞いてみようかな。3期生は私の子がギリだった。私もギリ入れた、3期だった。3期のオーディションがもうギリギリでした。満20だからギリギリか、私の1個上もギリギリ、受けれる子は受けれる、誕生日次第でだったんですけど。そう、問題年齢だけよみんな、本当よ、そうよ。顔パス中にいるだろうと言いそうね、一人ぐらいいそう、そういう人。聞いてみようかな。え、実際にファンの人が送ってきたこととかあるんですか、オーディションって聞いてみよう。え、一人いそう、いそうじゃないですかね、経験的に。マロンさんみたいに気づいてた思うけど、あ、気づいてた気づいてた、うん、え、年齢偽装して入ったこととかいるでしょ、絶対いるよ。安否の旦那オーディション受けれたらいいわ、参加資格なしどうする、参加資格になんかいろいろなんか詳しいこと書かれてたら嫌じゃない、あ、あんなみたいになるそれで応募したら出来になりそう。あ、確かに確かに確かに。永遠のセブンティーン、そういうキャラだったらいいけどね。07なのでステージ、あ、07受けれるわ。07若いわ、私の5が最下だもん。やばいやばい、07は。参加資格も超えてゆけなんかもはや STU 詳しくて好きってなりそう。かぐや姫並みに厳しい結婚条件でも、そんなんあるんですか、かぐや姫。あー、なんとか手に入れましょうとかあるよね、確かに。5月生まれLINE じゃないよもはや。年齢ごまかして AKB さんの選考ある程度まで行った人はいるそうです。今は落語家さんに、すごい落語家さん、そうなんじゃ。あ、ポケモンカードね、今までもらった箱をなんかショールームで開けるのもすごい、なんか私ノロノロやっちゃうから勝手に自分で一人で開けたんですよ。でめっちゃね整理整頓して、こっちは捨てないけどめっちゃいいやつとかも手に入ったんですよ。じゃじゃん、これがいいやつなんですけど、ちょっとね収納したやつ見てほしい。キャッチフレーズ真剣に悩む。じゃあキャッチフレーズ大事だよみんな。キャッチフレーズみんな大事、ちゃんと考えるべきよ。これからずっと使うってことも考えた上で必要ね。その何ですかね、わあやばい、あーよかった、こぼれたら悲しむとこだった。そう見てほしい、そう全部開けたんですけど、ちゃんとねこれはレア、
レアなんで普通って感じなんですけど、見てほしい。ちゃんとそのタイプで分けたんですよ。だからプラスで入れるときは大変なんですけど、そう、すごくない？お話し会キャッチフレーズ2人がやってくれたことあるんだよね、お話し会で。アンビのキャッチフレーズすぐ作れたかな、覚えてないよ。そうそう、これがレアなんですけど、ちゃんとタイプで分けたんです。で、同じやつが出たら絶対隣同士になるようにしてます、したんですよ。そうで、これもタイプで分けてます。引っ越しもポケモンカードの整理終わったんや。おお、うん、そうなんよ、そうなんよ。これはちょっとね、こう、本当はこう、そう、全部、しかもね、ちゃんとね、ちゃんと全部これだったら、これは炎かな、対戦まだしたことない。ビクティニはこうやってビクティニでやってるし、スーマーアルはちゃんと全部まとめてる。カルボー、カルボー、人影、ちゃんと絵柄も揃えてる。で、ちゃんと人影の後リザードにして、進化のそのままにしてます。ちゃんと進化系もその後に続くようにちゃんとこだわってます。ちょうどめっちゃ頑張ったんですよ、めちゃくちゃ頑張った何に時間かけたんって感じよな。こういう時間もどっかに使えって感じよな。でもなんかどうしてもしたくて、あるやつ全部開けました。多分どっかに置いてない限り箱。SU の生寿司もそういう機能つけて確かにそういう収納めっちゃ推しメン出てくるね。これもそんな感じで捨てます。そう、整理整頓してるときは楽しいよ。でもね、ちょこちょこしてたんですよ、ちょこちょこやってて、やばい、ちょっとだけこぼれた、やだん。あ、でもちゃんとしてた。いい時間使い方、その時間でレポート、はあ、ふざけんな、はあ、ふざけんな、嫌いだからね絶対平気やん、そう思うやん。全然今一番やばい。いや、なんか今までで一番やばい時じゃないけど、なんかね、何が一番やばいっていうと、クワッサ水ですね。何が一番やばいかというと、段ボールが広がってるのがね、やばいです。段ボールがめちゃくちゃ広がっております。それがやばいですね。足の踏みは全然あります。ダンスはできるようには残してます。最近ちょっとダンスをしなきゃいけないじゃないですか。だからちゃんとそこにスペースがあるから大丈夫、そこは大丈夫だけど、なんだろうな、机の上とかがやばいかも。そこでやばいよね、机の上がやばい。あ、重くて片手で持てない。そうですね、引っ越しの準備、多分卒業前のショールームかな、レポート内容考えてたの。え、そうなんだ、私も手伝ってもらおうかな。今ね、今何やってるっていうのも言いたくないな。でも食器を包む、ちゃんとパチパチ買ってきた。タオル引いて入れればいけるよね。食器ってどうやってやるの？一応パチパチ買ってきた。レポートやばい DM お待ちしてます。台湾行ってたよ。あ、タム台湾行ってたの。あ、そうなんだ。台湾に行って呼んじゃった。
机傾けて全て段ボール落下させて終了だ。確かに確かに確かに、私いるみたいなあるわ。メモ帳とかめっちゃ持ってるんだよね。なんか全部使うと思って持ってきてね、やばいよね。なんでなんだろう。え、ちゃんと買ったんですよ今日。え、新聞なの？新聞だけ割れない？新聞だけ、新聞で包んでこれ包めばいいのってこと？全部僕にください。あ、あ、メモ帳ね。メモ帳メルカリ出してくれた買いま、メモ帳、メモ帳だけでさ100円200円でさメルカリ出すの嫌じゃん。1000円ぐらいでいいかな。タオルで巻いた？タオル、うわータオル結構しまっちゃったの、結構だる。プチプチか、何々とかだった、怖い。新聞紙だけでもいいの？コップとか？マジ？割れん？大丈夫なん？おま？新聞紙いい？だけでいいの？え、新聞だけなの？あ、隙間を作らないことが。ああね。え、でもね、段ボールがめっちゃでかいの。食器絶対、え、割れなかった？ほんまに？固定して動かないようにしたり。あ、なるほどね。割れた時はごめんなさい。あ、許さない。突き詰めればいける。あ、いけるんか。え、食器割れたらハート割れます、私。確かに中で動かないようにしたらいいか。なるほど。だからぬいぐるみと一緒に入れればいいってこと？ってこと？お高め食器多いとかじゃないです。いや違いますね。けどでも思い出じゃん、自分にとっての思い出の食器。100均のあの汁お皿でも思い出なんで、ちょっと割れたら泣いちゃうかもしれん。やばい、やばすぎる。服とかぬいぐるみの間に詰める、うん、いいかも。そう、4年間一人暮らしの思い出だから、100均の白お皿でもそう思い出だから、ちょっとうん、割れたら泣いちゃう。100均でも泣いちゃう。なんかその割れたこと、なんか思い出がなくなってしまったっていう感じで泣いちゃう。なんか割れた、しかもなんか自分に、自分が悪いじゃんそうやって、それが嫌ですね。確かに YouTube でそういうの見たらいいな、詰め方みたいな。実家があればもっといい食器があるとか言っちゃダメなやつ。そうそうそう、断捨離できない人です。そう、でも断捨離するものがないんですよ、そもそも。断捨離できないとかじゃなくてするものがない。そうそう、値段は関係ないですね。心も割れてしまいます。そう、共にアイドル時代をね一緒に歩いてきたお皿ほぼ眠ってますけど。配信でやりたいな、食器、食器見せる配信やりたいんだけど、今すぐできるけどね。でもね、片付け入れる段ボールがないから出しちゃうままになっちゃうから、ちょっと今できないんですけど。そう、食器をメルカリ対応します。あー、ならん。いや同期みたいなもんよ、マジで、マジで同期、食器。そう、そうなん、じゃこ天はいいね。割れたり捨てる前写真撮っとくタイプな。写真撮ったことないや。食器ぶっ放しよ。カーラせんべい、意外と初めての一人暮らしで買った食器は結婚しても使う。あー、ダンボール今ね全部使っちゃったから、また頼まないって感じ。でも私も捨てたものはありますよ。なんか捨てたのは自分で作った折り紙とか、あのちょっとインクあるけどちょっと薄いやつとかを捨てました。一番思い出なら食器みたいです。あ、いいよ。なんか自分が折ってた折り紙置いてて、それは捨てました。
わ、これこそオークションすればよかったね。コレクション、これこそね。千羽鶴は捨ててないですね。千羽鶴ね、全然折れてないけど、捨ててないです。イーさん、ありがとう。折り子、折り子じゃない、間違えた。折り紙みんな喜んで買う。じゃあ、今から作ります。今から作ります、全然。クイズの正解者の時のやつ、あれを知ってますね。すいません、マジでごめんなさい。うん、後ろのかぼちゃは捨てます。だってこれは空気がどんどん抜けてってるから。捨てますって聞いて愛着湧いて捨てないやつ、これもしかして。うわ、卒業公演全席折り紙置いてあったら泣きます。え、置こうか。とか言ってさ、最善だけ置いてたらごめんね。どんぐりは捨てちゃいました。あー、捨てたかも。あー、何あれ、え、何で拾ったやつ。え、あれで拾ったやつだよね。なんだっけ、あの時に拾ったやつだよね。みゆきちゃん、ありがとう。実家の皿使うようになるから不要になるよ。捨てるなら今。はは、関係ねえだろー。でもね、コップをたくさんプレゼントでいただいて、コップがまず大事ですね。いっちゃん、うるるるるる、そう、その時だよね。なんか仕事でなんか拾ったやつだよね。どこに置いたか覚えてないの。記念のものとかほぼ取ってやりするタイプ。うん、多分そう。アンプのすぐ声も折り紙付きアンプシートがあったらみんな泣いちゃう。何席あるんですか、ブルーシート。ブルーシート。ブルーライブ何席あるの。折り紙じゃない、間違えた、席できそうじゃないですか。ウィディッチさん、ありがとう。ウィディ350席、380、そんな折れるもんなん、一人で折れるもんなんですか。これサイン、普通に色紙サイン書くぐらいの方が楽なんですけど。ブルーシートのとこは座っちゃダメなのよ。ゴゴリバ、ゴゴリバだ、ブルーシート。ブルーシートに行ってお返しいただきます。遠足みたいで楽しいね。楽しいね。おにぎり食べながら見ていいよ。サインの方がむしろ楽だもん。もう楽とか言っちゃい変だけど。だって、普通に折り紙折り折り。でも折り紙あったっけ、捨てたような気がする。なんかね、2個ぐらい折り紙あって、でなんか毎回折り紙買うんですよ、やろうと思って。でも全部使い切らずまた買っちゃって、まあさすがに家帰っても折り紙絶対折らないしと思って捨てた気がする。してきた、そんな気がしてきた。置いてるかな。アンビの水曜公演、まさかのゴリバ公演、やば、練習やばいわ、今から頑張らないと。主演後にブルーシートで終わる演出があったらお見送りなしですよ。ただ折り紙にサイン、あ、いいんですか、ペラペラの紙。オリコちゃんペンライト持ってる人限定、やばい、みんなバレるね、それで。いや、サインは今までずっと書いてきたし、300枚は全然余裕。知らんけど。ブルーシートで盛り上がりたい。いける。最後のサイン欲しかったな。え、でも最後のサインゲットしてるじゃん。してるじゃん。確かに、なぜか今までフォローしてなかった。あれ、あ、フォローありがとう。サイン書く機会、まあ ST 卒業したらあのサインはもう使えないので、卒業してあのサインはね、また別のサインを作らないとですよね。作る、スカウト作るとしても、今だけなので、 ST 卒業したらあのサインはもう勝ちなしなんで、勝ちなしというか STU の川端アンナのサインなんで。
ブルーシートペンライトでツンツンした思い出。あれ初めて入った人の反応知りたいもん初めて入った人の反応知りたい。あれ卒業したらショールームやる予定はないです。ちょっと一生の思い出にしてね。そうもうね、卒業だからね、ガチャポンあるじゃないですか。あれ全いっぱいサインのやつ入れるのにね、得点私入れるのに、私全然そう。ワンチャンデート時初サインいただきます。あ、ごめんなさい、あのちょっとあのちょっとお値段がちょっとかかっちゃうんですけど大丈夫ですか当たりの玉をたくさん入れといてください。そこはもう名産次第ですね。ブルーシートで前の人の髪が静電気で大変なことになってたの確かに嫌だ。確かに、いやいや、卒業する前に今のうちたくさんサイン残しておこう。確かに、うん、ここに残していいかな。あ、これは自分のカーテンだった、この部屋に残しとこうかなやばい、お金取られる。私がサインといえば友達紹介でサイン入り生写真と DMM 抽選のサインの申し込む。お、ありがとう。おいくらですか。あー、どんぐらいなら払いますか。ブラインドを閉める演出ありますか。影穴で言う、ブラインドを開けくださいって言おうかな。ちょっと覚えとったら言いたいな懐かしすぎる、やばいやばい。ブラインドを閉めください。え、ちょ、言いたい言いたい言いたいんだけど、ちょっとこれ覚えとけるかな。覚えとけない自信があるわ、マジで覚えとけるかな言いたい言いたい。お姉さんかわいいですね、ちょっとお茶しませんっていうやつ。お茶、何それ、お茶お茶何それって言いますね。ブラインド懐かしい。僕ゴリ箱は入ったことはないでしょ。きっと大歓声上がる。閉めたことある思い出、閉めたことあるんだ。私だけ分かる人いらましい。これはですね、 SC48 号で公演をやってた時に、 SC48 号船だから窓があるんですよ。で窓が毎回開いてるんですよ最初で。公演前に閉めるっていう作業をねするっていうのがあったんですよ。で皆さんファンの方がするんですよ、窓の横の人が。ブラインドを閉めくださいって窓際なのにブラインドがないで焦る夜いボールあー、それ引かれるね。僕も閉めたことあります。あ、そうなんだ。ブラインド閉めてみたかった。でもマジで楽しかった思い出。なんかさ、普通にさリハーサルとかでさ SC48 号行くんですよ。で客席座れるんですよ。でも繋がってるから、私たち客席を通ってその裏から入るとかがなかったの。もうね、船だから一方通行なのね、場所が。まあ下から行けるけど、まあ、どの道ファンの人が歩ける場所からずっと入って出て入って出てをするからね、 SC48 号。その裏から出るとかないじゃん、もはやSC48 号だから船だからだから客席をずっと通れるんですけど、しかもリハーサルとかはその客席がもうで荷物置いてとか待ってたりできるでしょ。すごい楽しかった。めっちゃ楽しくない？いや、もうとめっちゃ楽しいじゃんって感じじゃない？やばいよね。だって船を公演するたびに乗ってたってやばいよね。多分同世代の中で船結構乗ってるメンバーじゃない？なんで船の中で踊ってたって言えるもん。でも船の中で踊ってたって言ったら頭おかしい子だと思われるよね。なんか頭どうかしてるなこの子とちょっと船の行きたくないと思うかもね。あ、でもね、船の上は行ったことあります。上側、上で踊ったことある。すごいよね、その頃のエピソード強いの多すぎて知ってる人羨ましい。え、船やばいよね。ほんまに船あったんはやばいわ。ツイッターそこから始めるか気づかなかった、ごめんねこれ俺誰だっけってなった、ごめんね。絶対ならんけど、今思ってもすごい経験だよね。
ステージに立ってる。そうマジで MC とかずっとみんなこんなんだもん。でとっとおとととととってなったりとかして、やばいもんね。やばいよね。みんな大体みんながフラフラしてるんですよ。こうちょっとフラフラしてる。先輩とかは慣れてるから別に感じなかったけど、2期生初めての時とかみんなこうちょっと揺れてたもん。だからなんか先輩の無観客公演とかで見れ、四国とかガイド大使でやってた時とか見れたんですよ。その時とか自分もこう揺れてたし、メンバーも別にこうちょっとメンバーも揺れてるんですよね。先輩方もこのこうちゃんと海に乗ってんだなみたいな。あ、私と教えてもらってもいいですか。そうなんだ。終わった後もその感覚は酔い、ん、陸酔いって言うらしいんですけど、初期なんだっけ、あの時はあった、初期のお見送り、お見送りじゃない、 お披露目会の時はあったけど、それ以来なかった。最後の汽笛が、そうなんじゃね、高い水は有名でしたね。アイスとか美味しかった。酔い止め飲んで公園に挑むってやばいよね。ちょっとリスク背負ってさ公園行かなきゃいけないって結構おもろいよね。でも私たちその船で公演したのって 2,3 回ぐらいなんですよ。 2,3,4回 3,4 回ぐらいなんですよ。だから基本そ、あ、船でやったって、間違えた、食べ物が出てた時代にやったのが 3,4 回なんですよ。でもらったの、アイスは食べたことあります。そう、余ってるからって言ってアイスもらった。めっちゃ美味しかった。公演終わりだしね。ね、船楽しかったよね、今思うと。その時はみんな文句言ってたかもしれないけど、安否全然言わないです。バス乗ったとかじゃないのよ。酔い止め飲むの一般人からしたらだいぶ変よ。そうよ、公園、今から公園だって、もしさ広島でさ今から公園行くんよって言ってさ、で酔い止め飲まないとみたいな、1時間前に飲まないといけないなみたいな感じで飲んでたら、え、何の、どっか行くんみたいになるよね。え、公園行くだけだよ、え、なんで酔い止めみたいな、車酔いするみたいな、行くために車酔いするんって感じよね。そう、一杯飲みで初見で寝たかと思った、名曲だった。名曲やね。安否の可愛さによってます。いい思い出だよね。エチケット袋使わなかった、よかったです。2回目から酔い止め飲まんかった。おお、私もね、お披露目はさすがにちょっと怖いから飲んでたけど、その後からは飲んでないです。飲まないでいける人だと思って、なんか弱くなってたかもしれないとかいろいろ、お披露目でさ気分悪いって最悪じゃんと思って飲んだんですけど、それ以降全然飲まずに行ってました。でもね、弱いメンバーとか飲んでましたね。しかもマネージャーさんも常備してたし、四国ありがとう。でも私も常備してました、怖いから。だからずっとリュックに入れてた。だからずっとリュックに常備してたらマジで酔う人みたいな感じだよね。屋上でなんか食べながら知り合い、それやりたかった私。でも今日ちょっとね、今日私がオタクしてた話、オタクしてた時代の話をしてて、ああ今もめっちゃ楽しかったなって思います、改めて。そうそうそう、思い出して懐かしいってなった。当時カフェメイン人生はみ出してました。え、できた？その頃のリュックは実家に、いや今もありますよ。あ、わかんない。実際に酔い止め飲むほどじゃないこともない気がする。揺れる日は揺れるくない？今日揺れるなとかあったもん。日によってマジで違った。マジでん？揺れない人をめっちゃ揺れる日があった気がする。台風とか公演中止になるんかな。広島よく揺れた。あ、そうなんじゃ。メイクさんとかも言うんでしょ、うわ今日なんか揺れてるくない？めっちゃとか。客席にいたことある。 SU 法廷とかは乗ったことないです。乗ったことなかったです。私穏やかだったイメージ。あ、そうなんだ。場所にもよる。場所ね、神戸しか行ったことないよ私たち、コロナで。
そう、船がどこに遠征しても会場は一緒っていうのすごいよね。涙止めの薬いらんいらん、泣いて発散しようぜアイスの種類が多くて楽しいおもろい、そうなんじゃ。船荒れてる時ほんまにステージより揺れが気になって集中できる、そうなんだメイクさんもね、メイクさんもさ揺れながらメイクとかさ、その髪の毛してるからね、すごいですよね、すごいわ。しかも地味にちょっと狭かったんですよ、だから16人いて、しかも地べたに座らなきゃいけなくて、冬とかめっちゃ寒かったもん。暖房ついてても床がさ冷たいからさ、絨毯じゃなかった多分、だからさ冷たくてさ座布団みたいなのあったけど、そうそう懐かしい、超懐かしい。でもマジ入るの16人精一杯だったよあれ、全メンバー絶対入れないもんしかもあの、うん、あのステージ全メンバー立てない、絶対立てなかったよね。でもさ真ん中開くのめっちゃ良かったくない、あそこの真ん中マジあれいいよな、あれ欲しいわ、あれ真ん中マジ開くめっちゃ良かったよな。楽屋の声聞こえてた、まあそうステージの裏すぐそこがそうだもんね、確かに。目の前に袋あったか安心して見てました、よかったですよかったよかった、真ん中の扉あるのよかった、S14とかあったんですよ、横と真ん中があるんですよ、そうそうあれいいですよね普通に。そういい、めっちゃいいよね、いい、いいですよねブルーライブから S4 でブルーシートからか、ブルー、え BR やメタバースで再現できそうですけどね、確かに黒歴史なんですかね知らないけど船の椅子が懐かしい、ちょっと硬い感じね、ゲバント、うん会長、船別格ですね、やっぱり思い出深いです、そうですね、岸壁ライブいい思い出、思い出深いわ岸壁、攻めたらめっちゃ痛かったよね、そうだよね、あそこでずっと座れないよね、あれあかりんさんの喋るめっちゃめっちゃ前ですよね、もう毎回に思うもん、毎回素晴らしいってなる、いろんなところで。そうブルーライブね、楽屋が外にあるんですよ、でもねむしろそっちの方がねあったかい説とかある、あったかかったり涼しかったりする、ちゃんと対策してくださってるから、もはや空気がこもってよかったりする時ある。えメイク部屋の方が寒くねとかあったもん11月の岸壁マジで寒かったよね、ガチで寒かった、多分凍えて死ぬかと思った、あれ踊ったら暑くてよかったけど、それまではもう半袖で、うちらガイドで衣装じゃなかったから半袖のスカートだったんです、プル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 って感じだった、プル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 って感じだったでもファンの人は待ち時間とか絶対寒いもんね。あーちゃんはこの前に言ってた名言メモ、なんか言ったっけ、やめて恥ずかしい、変なことメモられて、どうだし、どうしよう、どうしよう、海風、海風やばいよね、海風はやばいですよ、あれはやばい、海風やばい、岸壁寒かったね、あとどこでしたかな、白い息見えたとキュンとしちゃった、やばい寒すぎてるよそれあん時も寒かった、あん時
あの時寒かった。あのさ、クリスマスでイオンでやったやつ、あれ激寒だったよ。しかも踊ってる時はいいんですよ。なんか、イベントかなんかでなんかね、くじ引きかなんかやった時に、最初サンタコスでそのまま出るみたいな感じでサンタコスで出たんですよ。でも寒すぎて立ってられるかなっていう感じで、やばい、もう無理かもと思った時に、コートをもう着ていいよってなって、コート出してくださって、そう、もうマジで天才かと思った。もうね、本当に申し訳ないですよ。12月のさ、12月のクリスマスイベントにサンタのコスプレでイベント待ってて、イベント出てて、もうそのコートを着てしまうの本当に申し訳ない気持ちだったけど、あの本当にあの命がつながれました。今このまま、この今も、今の今まで、そう、スイッチとかが当たるあれね、あれマジで、ちょっとマジで頭の中が寒いでいっぱいだったもん。申し訳ないけど、やばい寒い、マジやばい、あれマジ寒かったよね。寒かった。ヒロさんありがとう。配信でも寒そうだったやばい、おもろい。雨でカッパで見たことある。そうね、雨もあって、こっちの方こそみんなやばい、めっちゃ濡れとるやんって思ってたもん。対策してる人、対策してない人いて、対策してない人大丈夫ってなってた。アンペのスイッチ暖かった私にプレゼントしてくれる予定だったんだよね、きっとね。え、あの時はなかなかでしたよ。寒かった。北海道張ってたけど全然やばかったよ。そうで、私はねちょっとね長めの靴下だったんですよ、サンタさんの。だからまだマシだったけどさ、でもさ、ヒートテックとか着れないじゃん、あれって。そうそうそう、あれやばかったわ、サンタさん、あれやばかった。でもわあ、あれと春ぐらい息をする心は寒かったよ。花だれもあれを春ぐらい寒かった、制服だし。でも息もね、結構対策、息は対策結構されてて、そのモコモコのあのタイツみたいなのをギリギリ見えないところまで上げ、なんかその太ももぐらいまで上げて履いたりとか、中にちょっとねあったかいやつとかカエルとか何枚も貼ってくださって、対策してくださってたんですけど、それでも寒かったから、多分サンタコスでやったら多分16人中15人、13人ですね、13人ぐらいは風になってました。マジで寒かった息をするからかから半端なく寒かったんですけど、寒かった、寒かった、あー寒かった。無謀が一番寒いらしいですよ。だって裸足じゃん、裸足で海じゃん、えぐくない？裸足で海はやばいよ。しかも3時、1時到着、うん、3時到着の5時ぐらいからで、マジで寝る時間ほぼなしみたいなだったらしくて、無謀、マジでマジで無謀がいっちゃん寒いよ。だってあのペラペラじゃん、スカートペラペラじゃん、スカートというか服、ワンピース、あれペラペラすぎない？ペラペラじゃん。で海じゃん、で裸足じゃん、で歩いてるじゃん、やばいよね。無謀がいっちゃんよ。ねえ、あんなか真冬、超真冬、12月1月とかだと思う、1月かな。ねえ、やばいよ。いや、息をする心は寒すぎて悟り開いてました。あ、めっちゃあったかい、空気あったかすぎないと思って生きてました。え、マジであったかと思って、そう思わないと多分もう無理すぎて、え、あったかい、え、あったかいって思ってました、心の中で。寒いって思ったら負けだなと思って、寒いと思ったら負けですよ皆さん。そう、これから寒いって、でもこれから過酷な寒いっていうのはマジで北海道に服間違えていくぐらいよ。だって今もこれからはさ、寒いと思ったら部屋に入ったりとかさ、対策ができるわけじゃないですか。息をするここは1月中旬ですね、中旬です。本当に香川で公演したじゃないですか、その次の日だったと思います。その日にまとめ髪して、そのままあの衣装の合わせだったんですよ、衣装合わせで。その香川の公演か福フェスかどっちか終わりで、その広島戻った時にその衣装合わせがあって、その時にまとめ髪がめっちゃいいねって言われて、あの MV がまとめ髪にしようってその時になったんですよ。
そう、強制的な寒さなくなります。寒いと思ったら帰れるし、寒いと思ったら諦めるっていう選択が今これからはできるようになるのでそれは良かった部分でありますね超えなければならない寒さっていうものはシベリアとかに行かない限り大丈夫そうです。お疲れ、ひろしさん結婚してありがとう。そう、そうそう、あんちゃんこの前そんなこと言ったら、言ったらやめて誰かの言葉、絶対それ数年後シベリアで働いてるアンピー、寒さの強い、寒さ慣れたらさ、めっちゃ寒いとこ北海道の人とかさ慣れとるけんさ、結構寒さ強いんかな、気になる。寒さ強いって、お、あ、北海道にさ寒さ強いとは思ってないだろうよね、多分きっと思ってないけど、私たちと同じ温度のところに行って思う寒さのあれは違うよね。そんなことない。でもさ、顔もさ、顔って一生出してるじゃん。でもさ、手とかの方が冷たくなるじゃん。手とかもさ、手袋で隠せることができるから、顔はさ、もうちっちゃい頃からずっと出してんじゃん。なんか慣れてんのかな、顔って。顔って慣れてますかね、寒さに。東京の方が寒い、対策してないんだよな、北海道と。北海道じゃないから暖かいって思っていてそうね、なんか顔は慣れてる気がしない、寒さに。だからさ、これからさ半袖とかさ頑張ればさいいんじゃないと、もうずっと思ってたの。ずっと半袖で一生頑張ればいいんじゃないと思ってたけど、ちょっとそれ無理かも。マスクね、私中学校の時とかマスクして学校行ってたもん。で外してみたいな、その寒すぎてマスクで防寒対策してました。で顔は慣れてますよね、だから慣れさせればいいんじゃないって思ってたんです。でも慣れさせるようにできない、それが普通じゃないから無理関東から行くと東北の人季節が一段違った。へえー、鼻凍った。うーん、あ、確かに鼻凍ることある。てか私鼻すぐ赤くなるんですよ、マジトナカイになれる、すぐ。雪国の人ほど寒さ対策してるから意外とそんなことないかも。あー確かに、あ、そういうことか。確かに寒さ対策をめちゃくちゃしてるからこそってことか。うわー確かに、確かに確かに、うわーこれ説得力ある。半袖短パンの小学生になろうかな。でもいたよね、女の子でも一人いたんですよ。いた、マジで。見えなんか何なのか気になってたもん。ガチで本音言ってほしかったもん。本当は寒いでしょって聞いたの。いや、いけるよみたいな感じだけど、本当はって聞きたいもん、本当にガチでって感じ。見えいらんと思って聞いてたんだけど。確か服装の暖かさか、部屋のさ対策もされてるじゃん。習うよね、チリで習わない。北海道の人は二重の窓がありますとか、沖縄は台風が多いため屋根が低い家が多いですとか、こういう屋根ですみたいなあるよね。確かにそういうのでも慣れてるのかも。長袖ないのかなって思う、かわいそうってなるの絶対クラスにいるね。いや、熱中は半袖半短パンボーイじゃない、ガールでもなかった。大きくなって生しやるけん勝利見せてたの。うわー、それある。うわー、負けた負けてたわそれは。あー、そうね、屋根雪が積もるからとかあったよね。うわ、長野、長野寒そう、寒そう。入り口二重だ、室内めっちゃあったかいよ。いや、そうだよね、確かにレベチなんだね、防寒対策が。確かに東京の方が寒そう。確かに東京さ、意外と雪めっちゃ降るくない？結構降るよね、結構雪降るイメージ。全然香川よりも全然降るイメージがあるね。ねとか誰も何も言ってないけどね。
でも北海道は寒いから野菜とか多いらしい。マイナス10度とはマイナス10度とは。広島降ってもうっすら。そうだよね。でも去年降ったよね、楽しかった。雪だるま、ちっちゃい雪だるま作って、そう、何人かのメンバーに送った。で、見たよって見に来てねって言って見に来てくれてたみたい。確かに東京そうだね。去年のクリコの時広島雪だったね。なんかホワイトクリスマスガチなんか、だいたいホワイトクリスマスになるかもって言って絶対ならんのよみたいなって話しとったら、ほんまにホワイトクリスマスになった記憶あるもん。確かにそれな、雪のいいところマジない。降らなくていい、なんか普段降らない地域は降らなくていいと思ってる派私。ちょっと討論会しない？雪降ってほしい派、降ってほしくない派。私と同じように雪が降る地域には降って、降らない地域には降らない方がいい派。私がほんまに降らないでいい地域は降らないでいいと思うの。雪を見たいと思ったらそこに行けばいいから、 そっちに行けばいい。雪が来なくていい、うちだからそっちに行くから雪は来なくていい今日氷が降ったの？東京めっちゃ寒いじゃん。映える？あーそこそこ。ロマンティック演出してほしい時のみ都合いい時にね。夏になったら雪が恋しくなる雪だるの人。いやそれは新幹線止まるよね。マジイベントごとで雪降られるのマジで困るくない？本当にやだよね。クリスマスコンサートとかみんな心配してたもんね。え、雪降ったらちょっと行けないかもみたいなあるよね本当に。そうね、台風とかもね、夏は台風に、台風もあるしね。台風さんね、台風さんね、やばいよね。台風マジマジ無理だわ台風マジで無理だわなんかおもろい。台風本当に拒絶です、拒絶。まあまあでもね、台風はね存在しなくてよくないっていう配信をしたら、台風にも恵みをもたらしてくれてるしっていう、そのうちらのためになってるっていうのを知ってさ、なんかごめんねの気も、台風が生きてる意味もあって、台風 のおかげで助かってることもあったらしいから、そう、自分が傷つけなくて自分が未熟者だったっていうことを気づいたから、台風が来た時に自然の恵みだなって思える大人になりたいな。ああ自然の恵みがやってきたって心穏やかに、あの台風をの対策ができる人になりたいなって思います。本当に雪の予報で結構出てた。そうだよね、台風はマジでロマンティックだけどね。いやそれはそう。雪にも自然、雪が降る、降っていいことってあるんですかね。確かにロマンティックとかじゃなくて自然に影響があるのが気になる。人間が喜ぶかどうかじゃない雪って。あでも、ね、野菜とかがね美味しくなるって言ってたよ北海道。だからお米とかもさ新潟美味しいじゃん寒いから、多分そういうのあるんじゃない。雪いい影響、もう全然違う感じになったんだけど、雪メリット。大根が美味しくなる。まあね、野菜とかよね。雪は一種のダムの役割で、降水量が多くて洪水のように一気に洗い流すのではなく、徐々に水になってゆっくり里山や畑に潤いを与える。うんうんうん、そうだよね。雪は空気中の地霊を全てからめとって大地に落としてくれるので空気が澄んでいる。じゃ超雪汚いってことじゃない、これつまり超雪汚いじゃんこれ。みんな雪食べちゃダメ、全ての地霊を受け取って落ちてきてる雪が。みんな気をつけろ、騙されるな、真っ白だと思うなあれは。気をつけろ。おでんがうまい、確かに冬のオリンピックなんか、確かに雪が汚いってみんな知ってるよ。あ、マジレスいらんマジレスいらん
かき氷シロップかけて食べようとしてた。ええー、ねーちょっとねできないの悲しいね。それな絶対食べちゃダメだよみんな。作物を保存する知能が生まれた。あ冬に土を覆い隠す雪があるから。うーん雪が降っている中で人の家に行くのは命がけだとみんなしているので冬の客人には死なないようにタラフトのご馳走をもてなす文化が生まれた。うーん強制的に土が休むことができるので春から秋にかけて食材の質が格段に高い。あーなるほどね。あ自分家の前だけ雪かきしてたら道ができないため協力して雪かきするようになる。そして誰かが道を つけたらあーご苦労様と言って一杯始まる。全国一の日本酒消費量の町になる。助け合いとなんとかの文化の証になる。確かに雪触って冷たいって言って自然と好きな人とスキンシップが取れるメリット。ああね今日の髪型のファンで、え、嬉しい、ありがとう。絶対食べちゃダメだ、食べなさいって意味が出てきちゃう。食べちゃダメだよみんな、ダメだってみんな、雪食べちゃダメって言ってんじゃん本当に。もうみんなダメだよ雪ダメだって言ってるじゃん。ダメですよ、もう一回言っとくね、ダメだよツイッターとかね X とかでねハッシュタグアンメールで雪食べたよとか報告しちゃダメだよみんな。食べた動画とか出しちゃダメだよ。かき氷なんかお皿にさこうやってもうねこうやって なんていうのこれあの三角形のせてさ盛り合わせっていうかなでさちょっとシロップかけてさこうやってちょ食べたよとか X でハッシュタグアンメールとかでつけちゃダメだよみんな。ダメだよそうだダメだよみんな、食べてる動画とか出しちゃダメだよ忘れた頃の投稿しますやばい忘れてたら私冷めてるからさ、え何しとん、え何これやばって言うかもしれんごめんね、忘れた頃にはちょっとそう言ってるかも。やばやば食に困ったのかなって思っちゃうからちょっと忘れた頃にはしちゃダメよ。修行したらどれくらいの頻度で、みんなやってくれないでしょ。1ヶ月に1回くらいじゃない、思い出したらやるぐらいじゃない知らんけど知らんけど知らんけど、あんな牛の今年の冬のこの課題これかやばすぎる課題きたこれ、雪探し今から食べちゃおう。もうブルーハワイで食べる、いいね、クリコンあたりでいいっす楽しみにしてます。通常ただいていろいろかけて食べてみます。あーいいですね、いいですねとか言っちゃった、ダメだって言ってんじゃんどうしよう、食べる人いたら本当に本当に食べる人どうしよう、いたらどうしようなんでそんな心配しとんって感じ。かき氷生活、うん、かき氷毎日食べたら痩せるんかね、気になる。水じゃん、一応お水じゃん、でも食べた気持ちになれるじゃん、かき氷ってめっちゃお腹いっぱいならあれ、なんかでも一応氷じゃん、シロップとか甘みはあるけどさ、かき氷しか食べてなかった糖尿病とかになるとか考えずにさ痩せるんかな、気になる。栄養不調、栄養が足りてないから逆に痩せんのかな。いやもう朝昼晩かき氷よ、朝昼晩かき氷でお腹いっぱいに食べる。かき大きいさかき氷あるじゃん、雪帽子のかき氷とかマジお腹いっぱいになるんよ、ガチお腹いっぱいになるよあれ。シロップは妥協よ、妥協、だってさそんな500とかいかんないじゃん絶対。500いく？いかないよね、100いくかな、100はいくんかな、だとしてもじゃない、100いってもさ300カロリーしか取らないんだよ朝昼晩300カロリー。じゃあ仮に200でにしよう、シロップ200にしても600ですよ、
みんなちょっと試してほしい。かき氷だけで3日間過ごしてみたら痩せるのか。まあ3日間はあれだから1ヶ月ぐらい検証してほしい。3日間はちょっとなんだろう、普通に水分とかのそういう問題かなって3日間だと思っちゃうから、1ヶ月間じゃないと検証って言わないと思ってる派なのでお願いした。雪、あ、雪丸めておにぎりみたいにして食べるのいいじゃん。おにぎり1個、おにぎり1個で痩せるか、どっちがいいどっちがいい、やばい、アンピアツ、うん、かき氷に柿とか刺身トッピングして醤油かけてそれもなんか違うねお疲れヘルシーさんありがとう。いや、やっぱお腹空くのかな。ヨヨのよっちゃんありがとう。厳しい1ヶ月かき氷はやばいよね、多分倒れるよね、普通に倒れるよね、普通に栄養失調みたいになるよね絶対。もし天に見されたら、いや天に見すわな、そりゃそうだわ、ごめんなさい、冗談です、冗談です、冗談言ってなさそうに聞こえたかもしれんけど、とっても冗談です。はるかちゃんありがとう。虫歯になるの、そうなんかな、毎日ちゃんと歯を磨けば大丈夫なんじゃない、わからんわからん。そのかき氷朝昼晩食べてさ虫歯になったらさ、もうその前から虫歯になってそうじゃない。エナジー凍らせてかき氷にしてみるとか。話変わってきてる、話変わってきてるよもうニコリさんありがとう。エナジーのかき氷は絶対美味しいよ、栄養取れるもん。確かに確かに、あ、栄養が取れるっていう意味でエナドリってことか、確かに。栄養が不足したら満腹中性刺激足りないからずっとお腹すく、あーね、なるほどね。四角カビ確かに。 YouTube でかき氷 5日生活、5日生活は割と信じられるね、ガチなんて思うよね、マジでさ執念すごいもん、すごくない、本当に。直接お話しかできるね、わー一方的しか話せないの悲しいから生きててお願い悲しい、いつも会いに来てくれてありがとうって言うよ。はじめ社長さんがやってたらちょっと心配になる、もうまあやめてってなる、美味しいものたらふく食べてって思うわ多忙そうじゃん、あんまり多忙じゃない人がやるべきだと思う、かき氷チャレンジは多忙の人はやっちゃダメよ、かき氷は絶対。毎日お家で暮らしてくれるし、お家で暮らしてる人、ファンの人もね心配してますよファンの人も心配してます、姫の上がそんな暇じゃないでしょそんな推しにそれやれって言われて痩せました、テレビ出ましょうか皆さんがテレビで見られたら嬉しいわ、多忙だからやめます、うん、やめて新幹線で食べれないしね、新幹線でねかき氷食べれたらいいんだけど、また広島駅にかき氷専門店で持ち帰りテイクアウトできないと無理だもんね。かき氷機買ったの、欲しい、絶対しないけど絶対しないけど、昨日ねプレゼントで欲しいものを聞かれて、いいねしてねって言われてずっと考えてたんですけど、マジで欲しいもの今わからんんですよね。東京から見に行きます、ありがとう石国くん、ありがとう。多忙だけど挑戦しようかな、やめてやめて一方的直接お話し会案件、あまあでも守ってくれるかこれから保湿すぎない今の発言雪帽子行ってほしい、マジ美味しいし、いろんな種類あるから迷うと思う、マジで。私広島で行きたいお店2軒今見つけてて、1個はずっと一生行きたいと思ってたところ、でもう一個は最近見つけて行きたいと思ってるとこ、もうあとはレッスン合間とかレッスン終わりとかしかないから、そこで見つけていきたいなって思ってる。そう聞かれたら思い浮かばないよね、マジでずっと考えてたんだけど、欲しいもの、両かき、あ、かき氷屋さんじゃない、うーん、他の例剥がす
いい例は剥がさないで仲良くしてね。雪帽子男だけだと気まずい。あ、そうなんですかね。あちさん、ありがとう。居酒屋巡りしてるの？欲しいもの、地位、名声、力。やばい、嫌われる王様じゃん私。それ嫌われる王様の特徴だよ。うまくいかない、うまくいかなくなっちゃう、それ人生。ワンピース、海賊王に俺はなる。ワイルドマンベーグル、マジで言ってほしい。一生言ってるよね私。初期から、初期はね言えなかったけど、初期は言えなかったけど、そう、ワイルドマンベーグルマジで好きです、大好きです。結構 SM メンバーもみんな結構言ってると思う。知らん、知らんけど言ってた、過去に。結構遭遇ありました、あそこ遭遇ある。おすすめの種類は、一回メンバーで流行ったのが塩、塩バターだっけ、バター塩だっけ、いや塩だっけ、なんだっけ、塩だけか、塩のベーグルだっけ、なんかあるよね、がめっちゃおすすめ。一回流行ったんよ。でチョコレートは甘いもの好きの人は美味しいけど、甘いもの好きじゃない方は結構きついかも、チョコのベーグル。私は大好きだけど。あとココナッツとバナナのやつだっけ、バナナのやつは私好き。あんまり他の試さないからあれだけど、食べた。え、絶対私、え、卒業、卒業、え、え、私もしかして最後買えない説ある？舞台してる時みちさん食べに行ってた東京ですか？あんまりこれ食べたっていうの東京はあんまないかも。スカイツリー見てたぐらい。なんか稽古場がスカイツリー見える場所でっていう思い出。あ、でももんじゃ食べに行きました、美味しかった。なんかその泊まってたところがもんじゃ結構そう多くて食べました。あ、シェイクシャック行きました、シェイクシャック行きました、みちさんと二人で。そうね、服カフェ行って、服カフェ、あと広島おすすめ、おすすめ。あ、でもね、ちょっと本通りには行かないぐらいのところにパン屋さんがあるんですけど、ダンスの先生が教えてくれて行ったんですよ。美味しかったですよ。名前分からんけど、場所なら説明できる。でもね、説明し方難しいけど、エディオンあるじゃないですか。でもうちょっと中側に入れば UFO キャッチャーのお店あるじゃないですか。ね、もうちょっと向かって、もうちょっと歩いたら、あ、蕎麦屋さん近く、うん、いえ、わ、いや、そうです、いや、そこのカヌレが美味しいっていう、あ、カヌレじゃない、あんバターがいろんな種類があるからおすすめって言われて、買った、美味しかったですよ。行きました、ダンスの先生が教えてくれて、行きました。わかる？すごい、みんな、広島詳しい。明日もんじゃいいな。カレーパンの店の近く？あの、もうちょっとこう進んだっていうか、もうちょっと中心、なんか広島の海側に向かうみたいな。コッペパン専門店近くにあるよ。え、あれなくなったんじゃなくて？私あのさ、あん時に行ったじゃん。あん時に行ったじゃない、間違えた。あのさ、私コッペパン初期めっちゃ好きでさ、 S 中入る前にコッペパン専門店好きで結構行ってたから、そっからずっとコッペパン好きだから、コッペパン専門店が松本なんとかっていうのがあってずっと行きたくて行ったんですよ。一回だけ行ったんですよ。なくなったよね。あんね、なんかさ、あそこのすぐ近くに会場あるじゃん、なんだっけあそこの名前、あそこの会場にそう行った時に、え、コッペパンなお店じゃなくなってて、え、と思って、なくなってた、え、なくなってると思った。初期にね行ったことあるんですよ、一回だけ。めっちゃ美味しかったよ。私コッペパン意外と好きな、最近ねパンあんま食べない、好きじゃないというか、ご飯がマジで好きで、もうご飯しか勝たんなんですよ今マジで本当に。けどやっぱベーグルは一生好きだし、コッペパン美味しいですよね。なんかいろんな、普通のコッペパンはあんま好きじゃないけど、単独コッペパン、単独コッペパンはごめんなさい、
お付き合いできないですって感じなんですけど、単独じゃないコッペパンだったら大好き。麺しか勝たん。あ、ラーメン好きな方多いですよね、ファンの人で。アサイボールより、アサイボールは毎日食べる食だと思ってるからまた別かな。近所にコッペパン専門店ある。いいですね。東京とかでおすすめなお店とか、神奈川とかでおすすめなお店があったらマジで教えてほしい。ガチで教えてほしい。本当にお願いします。行きたい。国松ね、私も行ったことなくて、今日割といろいろなとこにあるんですか、行きたいんですけどね。でもパパが好きなので卒業前に、卒業した後に行きたいかも。でもパパは東京でもあるから、東京でも食べに行くからね。コペパン好きです。そうそう、毎日一食。そうなの。今日ドラマでナポリタン見て、ナポリタン食べたくなったもん。サメンヤ、なんそれ、サメンヤ。うどんね、加賀にいたらうどんしか食べんよマジで。いつか久しぶりに広島。ありがとう、来てくれるの、ありがとう。流れ川あたりのご飯屋。ああ、そうなんだ。流れ川は私行ったことないんです、実は。流れ川はみたいなこと聞いたことあるから、そう、足を踏み入れたことなくて、あの時に足を踏み入れました。朝日さんの生誕の時ですかね、の時にライブ会場が流れ川かなんかで、あそこ初めて踏み入れました。そう、本当に行ったことなくて、スカウトされちゃう。あ、そうなんですね。美味しいとこあるんだね。へえ。そう、あんまり何がとかは聞いたことないけど、なんかそういう、なんだろう、こういう場所ですとかってめっちゃ言うから、あんまり行かないって感じです。てか初期はやっぱ未成年だし、まあ、居酒屋とか興味ない、興味ないというか行かないしね。初期は本当に、なんだろう、お昼に出歩いてた。お昼に出歩いて夜に帰るし、そうないですね。弥生町って言うんですか。あ、そうなんだ。飲み屋街。あ、そうなんですね。そう、朝日さんに会いたいんですけど、アクスタも持ってるんで、それで写真撮りたいですけど。そう、懐かしいよね。そう、四国観光大使呼んでくださったのめっちゃ嬉しい、嬉しかった、嬉しかったですね。中央通りから違う。あ、そうなんですね。最近開拓中カフェ、いいのあった、おすすめ教えてほしい。そう、行く人いるかな。行く人いるか分かんないけど、そう、行きたいですね。これから私がどれぐらいお出かけできるのか。広島いる時は一人だしお出かけしようと思えたんですけど、家にワンちゃんがいるからマジでこもりそう、ガチでこもりそう。集合写真の時は指名、お指名をいただいてお隣に行きたんですよ。ご指名いただけて、そう、すごく嬉しくて、ありがとうございますって気持ちですね。動物のあれ、あーね、ちょっとね、気持ちが。ね、家の周りはね開拓したいな。好きなお店サークル、ありがとう。外出あんましないタイプです、とても、とても、とても。 STU 入る前ではどうだったんだろう。バレエでめっちゃずっと外にいた。バレエ行くから、けど土日休みの時とか家にいたりする、したり、でも遊んでたりもしたし、微妙だな、どうだったんだろう。でもね、お話し会とかがあるから外出てたよ、普通に。一人で行ってたし、お話し会、お話し会一人で行ってた。で、お話し会行くときは毎回玄米ブラウン毎回買ってました。ちょうど風を待つ時に、そのちゃんとめっちゃ通い出したので、だから
玄米ブラウン毎回買って、でなんか味によってさメンバーあったじゃん、この味はユミリさん、この味はチホさんみたいなあったじゃないですか。ちゃんと合わせて生写真で写真撮ってた撮ってたん、可愛いよね、マジ可愛いよ、今思うと可愛いわ。幕張遠かった、幕張遠いよ、頑張って言ってたよ。そん時はさマジでさ、もう金銭感覚がマジ高校生だし、バイトもしてなかったからってなってたけど、今だったら余裕でね、余裕なんだろうね、気持ちが。結構ピエンピエンしながら行ったんですけど、ピエンピエンはしないだろうね今は、知らんけど。ピンピンするかな、まあ、通ったらピンピンするかな。ねえ、わかる、あみさんのやつ、いちごブラウニーちゃんでした。うん、あれも美味しい、美味しいし可愛いし懐かしいよねそう、まかり意外と遠かったけどね、それまでにずっとツイッターもうずっと音楽聞いて、ツイッター検索して、で毎回ディズニーの動画、ディズニー通り過ぎた時に動画撮って、ディズニー行きたいみたいなやってました。マジでおもろい、そこ通ってんのになんで行ってないのって感じだよね、マジで懐かしいわ。で一人で幕張の、 あそこのさルート、あそこのさ海浜幕張降りてからさ、あそこ歩くじゃん、歩くの楽しかったよね、マジで楽しかった。あともうちょっとで会えるって気持ちでさ、超楽しかった。あそこの道のりマジで懐かしい、ガチで懐かしい、マジで。いつも幕張行きたくなる、わかる、東京あったら幕張は絶対行きたいと思うもんな。成田衛星組には助かる、あーね、わかる何ホールかいつも確認する、あるよね。で他のチームがやってたりする、あ、こっちあっちなみたいな、乃木坂さんと被ってたことがあって、 STU か AKB の合同のやつか忘れたけど、被ってたことがあって、それで乃木坂が好きなお友達が個別来てて、会って、えみたいないるのみたいな、私こっちだけどねって、お互い別だったけど、そうそう、懐かしい、あみたいな。あとさ、なんかさもう荷物検査とかあったじゃん、で券を見せないと入れなかったじゃん、あれちょっと慌てるよね。あ、慣れたらさ、いつもさ、いつも忘れるよね、券あの確認されるっていうの、あこれですなるよね、懐かしいわ。 MJ さんありがとう、こちらがえマジでオタク楽しいわな、楽しいよな、マジで楽しいわ、ガチで楽しい、ニヤニヤだもんな。あ、青い豆腐さんありがとう、ダッシュして超ハード、46見とったんやん、会場入るまで剣ちゃんと出せる状態になってない、いつも遅くお水飲んだりしなきゃいけないやつもあって。STU はこれから行くことはないですね。ちょっとごめんなさい。STU 行くことはないかも。みさきちゃんありがとう。乃木坂さんと被るときは駐車場でわかる。そうなんや。もうちょっとで、ね、12になっちゃう。やばい。まあ早。連番できない。あ、そう、ごめん。ごめん、こっち連絡取って会える、ごめんこっち連絡取って、お金払うどころかご飯食べながら見れる顔を、ごめんなっちゃい、ごめんなっちゃい、なんならスペイベー以上の、なんかスペイベー以上の体験ができるそうなんです、すいません、知らないがペットボトルお酒入れながら、やばい、つながりだつながり、つながり、これってつながりなの最後マウント取ってこない、そう
マウントがすごい。そっち側になりたい。マウント取る人嫌いです。あ、ごめんね。ごめんね。私がシチューのね、現場行ったら最強オタクになっちゃうからごめん。最強オタクになっちゃうからさ、ちょっとそれになったらさ、みんなに申し訳ないじゃん。私全メンバーから認知もらってるし、全メンバーからフルネームで覚えられてるし、そうごめん、フルネームで覚えられてるし、絶対全メンバーに気づいてもらえる、全メンバー認知ある。そうごめんね、本当に。え、どうだろう、ちょっと心配になってきた。え、ちょっと心配になってきた。全メンバーに覚えられてないかも。私の名前知らないメンバーいるかも。出入り禁止。認知切れてたら泣く。泣く泣く泣くわ。3期生の1人ぐらいに、1人どころじゃないでしょうね、きっと。どうしよう、もう行けなくなっちゃう。認知切れあるかもしらん。確か認知切れあるよ。1年とか来たらさすがに忘れられるわ。えみたいな、一緒に花だれ MV 撮ったん、ほんまにってなりそう。マネージャーさんから認知切れたら無理。うわ、それ無理。私の夢はたまたま SA メンバーがロケしてて遭遇するのが夢です。そう、遭遇したい。そこに遭遇するのがこれからの夢です。メイクさんの認知、うわー確かに、うわーつら、メイクさんの認知切れるのつらい、うわーそれつらい。メンバーに忘れられるよりもつらいもん、全然。え、つらいつらい、うわーつら。辛くてもう今立ち直れなくなってきた、立ち直れなくなった。東京で MV 撮ったんですか今回、違う気がするけど。知らんけど、知らんけど MV 公開されてなくない？メンバーよりも辛い。だってマネージャーさんとかに忘れられるのめっちゃ辛くない？メンバーよりも辛いもん。メンバー忘れててもまあまあまあなるもん。あ、ジャケ写でしょ、ジャキシャは毎回東京じゃない？まあスタジオだけど。メンバーより辛い、マネージャーさんに忘れられてるの無理無理無理。だってメンバーが忘れるのはさ、なんかあれじゃん、ダンスの先生に忘れられるの耐えられん。あんなにあんなに一緒だったじゃないですか、なんで。うわ忘れられたらどうしよう。でも名前忘れられる自信ある、名前多分忘れるよ。でもね最近ね、アーナって呼ばれる。そう、なんか立ち位置を書くときに、そう一列になった時にこうやってた時にアーナねって呼んでくれる。そう、これで忘れられたら超ショック。うん、忘れられた時想像して今悲しくなってる、落ち込んでる、夜泣いちゃうかも。明日目パンパンかも。あの指かわいいよね。昨日の P の T シャツはちゃんと干してますよ、まだ。忘れてないけど、もし僕が忘れてしまったらごめん。あ、大丈夫、それは大丈夫、全然そのぐらいのメンタルは持ち合わせてます。忘れてやらない、いいね、その曲好き。し忘れません、あー大好き、ありがとうっていう人が一番忘れるから、大丈夫大丈夫よ、私は強い心持ってるから、ある程度忘れないよ。でももう悪くない配信今は。あ、電源切れてた。ああギリギリ56分だ。なんでや。忘れるんじゃないみんな私のこと。まあいいんだけどね、記憶に自信があるなら信じます。ツイッターのコメント書いてないです、まだね。うん、まだね、卒業したらすぐ帰るよね、全然大丈夫。忘れるなら忘れたいな、泣いちゃうから。ありがとう。忘れるはずがないよ、い
やそうよね、そりゃそうよ。グッズとかあってさ、えこれ誰だっけって ならないよね。グッズさどっか片付けててさ、引っ越すとかなってさ、荷物開けちゃう、えこれ誰みたいな、え何この子、誰の、え僕のじゃないよってなったらどうしよう、なっちゃうかも。やめてね、君の名は。えやろうね、絶対やろうね、あったら君の名はってやろうね。これはちゃんと合言葉って認識しとこう。君の名は忘れてるって意味じゃないよね、これは合言葉よ、君の名は。でちゃんとやっと目を覚ましたかいって音楽流そうね。グッズ全部完売したかどうか分かんない、受注だから。ケケケしたらやってくれる、もちろん完売しようね。最近記憶がどんどん落ちてまして、あらしょうがないね。合言葉は君の名はだよ、やったし。私な、8年前卒業した元年のことは今でも毎日思い出し、うわーありがとう。卒業した年に渋谷で会った時、道玄座で号泣してたので。出会えるんだ、歌う係は任せて、ありがとう。ごめん、それで私がさ君の輪って言われてさ、何これってなってさ。っていう話したらごめんね。壇上も13位ジャックさん、12位オーツーニャン、11位カンジさん、10位竹まつるさん、9位しおりんさん、8位モタウ48さん、7位大阪のひろしだよさん、6位みのるん、5位みーくん、4位山田太郎さん、3位トラップさん、2位よしこっこくん、1位たかけいさん、たありがとうございます。でもねきっとね、君の名はって言えないと思うよ、焦って、えっみたいな、えそうだよねって、ここのテンションに行っちゃうから、え君のっていうこのテンションになれないと思うよ絶対。慣れる人はね天才だ、慣れてる人、今まで君の名を何回かやったことある人だよきっと。冷静でいられないから。ということで今日も配信いっぱい見てくださりありがとうございました。私は大好きな推しメンさんとご飯に行きました、最高の一日です。皆さんともお話できて嬉しかったです。いい夢を見ましょう。おやすみ。明日も頑張りましょう。バイバーイ。